ちょっと飛ばしすぎなんじゃないですか。あ、すげえ。やっぱ青木さんの釣り真似したくないだな。これも深いんですか、やっぱり1本ぐらい、ね、でも、あ、でもそうですね、3キロぐらい、さっきよりちょっと浅くなりました、ね、あ、なるほど ね、 ね、でもこれぐらいだったらもう水中機能が、うん、そうそうそう、やりやすい、うん、そう、3キロとかあったらもうそういうのがいいです。じゃあ、 邪魔にならないようにやるんでよろしくお願いします。邪魔してたらすぐ行ってくださいね。仕掛けですね、針がグレーバリの6号ハリス 1.75 号を一ヒロ半、誘導も、あ、誘導は一ヒロ取ってます。今日もスタートは水中機の仕掛けですね。当たり浮き水中機ともに、ジンタンの5号を寄り戻しの10センチほど下に1個打ってます。こっちの向きから風が吹いてるんですよね。割と強めに吹いてるんで、水中機がいいですね。あ、外れた。え、外れた。当たったのに。当たりきましたね。よそ見してたら浮きがなかったです。ほんで針もないや。あのジンタンの5号1個打ってますね。あれ打たないとやっぱ入り悪い。うん、入り悪いです。あの B と B なんで、今これが B と 2B だったら打たなくても大丈夫です。うん、そうですね。餌取りいることはいるんだ。スズメダイかな。はい。ああ、そうですね。よし。そうですね。そうそうそう。
反省はしてないですね。ありがとうございます。あ、ちょっとでかくなったね。でかくなったでしょ。いいね。ほんと35ぐらいあるんじゃないの。ラインをまぶしたオキアミ、これでやってみましょう。ねえ、楽しいですね。遅刻したけど楽しいですね。そうですね。だけどメジナはいるんですよ、ちゃんとね。お、サイズ臭いね。ね、ありがとうございます。すみません。そう、2キロ半ぐらいですね。ありがとうございます。
多分二色なんだけど馴染んですぐぐらいかな。多分これも飲んでるのかもしれないし、飲んでるでしょ多分。ハラパンスもね、まだね、まだいるんですよハラパン。ありがとうございます。たまにこうやったらこう柔らかいやつはもうね、うん、もう出た後ですよね。畑気味のあれですよね、35ジャストぐらいですね。35、お、来た来た来たよ。うん、ナイス、メジナイス、メジナ。あ、オッケーオッケー。一広半ぐらいかな。ねえ、一広半ぐらいでしょ今。一広半から二広ぐらいだって。もう来たね。下がった。もっと行け。もうちょい行け。もうちょい。よし。うん、2広ぐらいかも分かんないですけどね、多分2広ぐらいで大丈夫だと思いますよ。ああ、だけどほぼほぼ全部飲まれてますからね。あ、やっぱりね、うん、分かんないよね。あんまり浅すぎても当たり出ないしね。もうずっと針6号でもバコバコ食ってきますよ。大丈夫ですよ。もう6号でも大丈夫。ちょっと試しにね、ちょっと一回やってみますよ。手前も行けそうですね。これメジナかな。うん、ぽいですね。うん、サイズアップしたかもね。うん、今こう潮もなんかちょっとこう当て気味というか、
あれがないから。これはいいとこにかかってる。上顎にかかってる。まだ白子パンパンのやついましたよ。うん、白子がパンパンでした今。サイズ35ですね。35センチ。そうですそうです。念仏台がこう見えてないからね。あ、やっぱり、うん、分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。お、でかくなった？サイズアップしたかな？うん。うん、太ってますね。棚2広ぐらいあるでしょ。2広ぐらいねえ。これすごいですよね。すごい。すごい真冬のあれみたい。これ長さもあるあるじゃん。これ35ぐらいあるんじゃないですか。ねえ、あ、本当だ。真冬のメジナ。ねえ、風が止んできたのがでかいです。そうですね。そうそうそう、本当その可能性ある。まだね、やっぱりね、あ、そこ、うん、これ当たりですね、これはね。今のはもう当たりなんですけど、ここからですね。
そうですね。そう、卵がねギリギリなんですよ、本当ね。まあもう手前で大丈夫ですよ、これ。手前でちゃんと食ってくる。手前の2広ぐらいです。2広ぐらいで大丈夫。もう手前からだから多分ちょっとずつ勝手に流れてきますもんね。もうその感じでやって大丈夫です。サイズアップしてない、これでかいね。僕のもでかい、ほら、これでかいでしょ。おー、いいっすね。ねえ、ちょっとサイズアップしたんじゃないの、全部。いや、これはどうだろう。なんか青いっすね、これ。あ、青いっすね。なんか外から入ってきてるのかな。僕のも青いっす、ほら。うん、38に若干届かないぐらいですね。